こんにちは、ピアニーズです。今回はキャサリン・ロリン作曲のピアノ曲の中から大人っぽい人気ピアノ曲を4つご紹介したいと思います。発表会で弾くのにもおすすめですので、発表会曲の選曲に悩まれている方はぜひ最後までご覧ください。キャサリン・ロリンはアメリカの作曲家で音楽教育家です。優秀なピアニストでもあります。この動画で紹介する曲は大人っぽい曲ですが、子供向けの親しみやすいメロディーやリズムの曲も多数作曲されています。まず1曲目はサマーの夢。マナ娘サマーに送った美しく心温まるピアノ曲です。メロディーが単旋律なので、フルートやバイオリンなど他の楽器で演奏するのも素敵ですね。表情豊かに弾いてください。続いて2曲目は心のスペシャルプレイス。ポピュラー系のおしゃれな曲です。緩急の付け方で難しく聞こえます。ときめき。憧れとドキドキ感を織り交ぜたドラマのワンシーンが重なるようなポピュラーに近いクラシックです。ペダルに頼りすぎずレガートで弾きましょう。最後は愛のテーマ。シンプルな曲だけに表現豊かに聴かせるためには、自然な強弱や緩急が必要です。温かく包み込むように弾いてください。
ピアノ曲の中から大人っぽい人気ピアノ曲を4つご紹介しました。いかがでしたでしょうか。気になる曲が見つかった方は1曲通した演奏を概要欄のリンクからご確認ください。また練習を進める中で誰かに演奏を聴いてもらいたいという時はピアニーズのピアノラインレッスンをぜひご活用ください。 LINE で動画を送るだけでピアノレッスンが受けられます。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回はここまでにさせていただきます。皆様の豊かなピアノライフを心から応援しております。またねー。